インプラント以外の治療法がないかっていうとね、あります。それはですね、ブリッジだったりとか入れ歯だったりします。1本とか2本とか少ない本数がですね、抜けてる時に入れ歯っていうのは、ちょっとね、使いにくかったりっていうこともあったりもしますが、またですね、有効な方法であることはね、間違いないです。もちろん入れ歯は保険でも作れますし、全然ですね、噛めるようになります。インプラントじゃなくて入れ歯でいいじゃないかっていうふうに思う方もいると思いますが、ただね、手前と奥の歯に、両方に引っ掛けるようにして、3本分、噛めるようにします。なので、結局2本の歯に3本分の力が勝っていくってことになるので、結論から言うとですね、負担過重になってしまいますね。で、それで歯がね、割れたりとかですね、ダメになったりします。